橋田文化財団の理事の山崎です。セミナーを始めさせていただきたいと思います。橋田文化財団では脚本家やドラマ制作を目指す方々のためにさまざまな催しをしております。一つは今月末の締め切りの橋田賞新人脚本賞、今回は入選作が映像化されます。また橋田先生の脚本のセリフの力を感じていただこうと、山根元代さんによる、渡る世間鬼ばかりの朗読も始めています。財団のホームページからお聞きいただけます。それから、セミナーも行っています。今日は、今年2回目のセミナーになります。橋田壽賀子先生は、たくさんのヒットドラマをお書きになりましたが、その中でも平均視聴率 52.6% という驚異的な視聴率を出したおしん、今日はそのおしんを取り上げてみたいと思います。題しまして、おしんに見る橋田ドラマの手法、第1部と第2部に分かれておりまして、第1部は橋田脚本の魅力の秘密、演じる側と演出する側ということで、おしんの少女時代を演じられた小林綾子さん、そしておしん制作当時一番若いディレクターでいらっしゃいました小林千尋さん、現在は世田谷パブリックシアターの劇場部長でいらっしゃいます。このお二人に当時を振り返りながら橋田先生の脚本の魅力を語っていただきたいというふうに思います。そして第2部は橋田ドラマの原風景ということで、当時NHK ドラマ番組部長でいらっしゃいました金沢浩二さん、現在はユニオン映画の会長でいらっしゃいます金沢さんに橋田先生の創作の源泉ルーツを教えていただきたいと思います。では早速、第1部から始めたいと思います。では小林綾子さん、小林千尋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ小林さん、はい、よろしくお願いいたします。さん、よろしくお願いいたします。小林さんはね、はい、もう画面でも有名なので皆さんに改めてご紹介ってことはないと思いますけども、はい、もう芸歴でいうと 40? そうですね、45年ぐらい経ちます ね、はい、でそれこそ私と綾子さんとの出会いっていうのはその40数年前の早めの頃に、はい、このおしんというドラマで、はい、ご一緒したことが ご縁ですよ ね。それも一番寒い、はい、1月の東京とかの河原での、はい、ロケで、それを夏のシーンに見立てて、ね、大変申し訳なかったら、ね、綾子さんに半袖 のボロボロの服で、なおかつ息が出ちゃうからって口に氷をたくさん含んでもらってやったという思い出が未だに残っているんですけども、そうですね、はい、まあそんな中でね、今度今日橋田先生のこの脚本の魅力ということで、はい、特に2人のご縁があったおしんというドラマを中心にしながら、はい、先生の魅力、脚本の魅力、それからそれに込められた思いみたいなものを私ども2人が解釈した、はい、感覚で皆さんにお伝えできればというふうに思ってます。で、私も綾子さんと出会った時が新人の頃でございますので、先ほどご紹介あったように、はい、大変若手で一番おしんのチームでは一番の若手でございましたけども、まあそれから40数年ということでしてますけど、先生の思い出っていうのは今写真にもありますけども、毎年その橋田賞にね、ご招待いただいて、こうやって、はい、先生とのツーショットというか、はい、記念写真を撮らせていただいたりするんですけども、綾子さんにとっての先生との思い出ってどうなんですか？そうですね、私は現場ではほとんどあまりお目にはかかっていないんですけれども、やっぱり先生は本当にずっとその子どもの推しの頃から今本当にこの間お亡くなりになるまで本当にやっぱりいつも温かく見守ってくださる方で、本当に会うたびにいつも元気っていうふうに言ってくださいますし、
私が大学に入った時にはお祝いにカバンをいただいたりとか、あと京都の大学の方に私進んだんですけれども、その時には石井先生と一緒にですね、橋田先生が京都までいらしてくださって、そしてお食事をご一緒しましょうということで、お祝いも兼ねてって思いもきっとおありだったんだと思うんですけども、京都でも一緒にお食事をさせていただいたりとか、本当に温かいお付き合いをそのお祝いの後もさせていただいてまして、とてもありがたいなというふうに思いますね。本当に優しい方でした。はい、まあ、そういう先生とのね、いろいろな、はい、エピソードというか交流も含めながら、はい、今日は彩子さんの演ずる立場と、はい、私のもの、演出する立場と、はい、そういう視点で、今日は先生のその脚本の秘密を、はい、秘密というか秘められたメッセージをこう、うん、探っていければというふうに思うんですけども、はい、この推しんですけども、皆さんご存知だと思うんですけども、数字を間違えちゃいけないのでちょっと眼鏡かけさせていただきますけど、推しんの記録っていうのは、まあ、1年間を放送するんで297回、はい、そして平均視聴率が 52.6、 これ平均ですからね、うん、で最高視聴率が 62.9% ということで、確か私の記憶の中では50% を超えるたんびに大入り袋が出たような気がして、ほとんど毎日大入り袋になっちゃうんで、 55% 出たらじゃあ出そうみたいな、そんな話がね、こう現場っていうか制作の中ではプロデューサーのお小遣いから出てるんだと思うんですけども、そんな思い出がありましたけれども、まあ、その記録はね、いまだに破られてないということですので、ちょっと今では信じられないような数字ですよね。まあ、先生がね、余談ですけど、先生が亡くなったのが4月4日、1年前のですけども、はい、おしんが始まったのも4月4日なんですよね、うん、ですからそういう意味で大変おしんと橋田先生とのご縁が我々にすごく強く結びついてるかなというふうに思ってますので、はい、まあ、今日はそういう形で進めたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでも早めに橋田先生との思い出ということで、人柄が脚本に反映するということで、はいはい、少し思い出を話したいと思うんですけども、橋田先生との交流というか、はい、いうところで言うと、先ほども言ったようにいろんなことで先生に伺っていただいたというか、それでやっぱり橋田先生はいつも5月10日のお誕生日に橋田賞受賞式、ね、やってらっしゃいますけど、その後、まあ、パーティーをされたりとかして、私もご挨拶させていただいたりとかすると、やっぱり私の当時のおしんをやった時っていうのは、母といつも二人三脚で動いていたんですけれども、私の顔を見ると、その一生懸命やっていた母のことを思い出してくださるようで、あ、お母様お元気、よろしくお伝えくださいねっていつも言ってくださってたんですね。本当にやっぱりそういうお人柄が本にも現れるっていうふうに私も思いますし、すごくその辺も印象に残ってるんですけれども、このね、若い時から、これ私多分制作発表の頃のお写真なんですけども、でこれが、ちょうどクランクアップして、全部の全体のアップした時なんですけど、橋田先生が私に手を添えてくださってますよね。なんかそういったところからもすごく先生の温かさとか優しさを感じるなと思います。で私よく、贈り物をさせていただいておりまして、でその季節ごとに贈りすると、いつもこうやってお返事を直筆で書いてきてくださるんです。もうこれ見てご覧になって分かるように、本当に綺麗な達筆で丁寧なお返事をいつも書いてくださってですね、もうこんなに何十年も経ってるのに、いつまでも変わらずこんな風にしていただいて、本当にありがたいなというふうに感じてましたね。やっぱり先生の優しさなんだろうなというふうに思いますね。まあ、先生のね、今ご紹介いただいたそのハガキも、細かい内容はあんまり読んではいけないと思うんですけども、はい、拝見すると大変達筆な字で書かれてますよね。そうですね、もうさすが脚本家だなというふうに思いますけど、うん、実際の原稿もみんな直筆だったんですね。そうなんです、原稿はね、今の方はワープロでメールで送ってくる脚本家の方も多いと思うんですけど、その当時は普通の作家の方もファックスでこう一枚一枚送ってこられるんですけど、うん、橋田先生の場合は書き上げたら電話が来て、脚本が書き終えましたと、取りに来てくださいということで、熱海のご自宅まで、列車をつないでですね、
あの先生のお宅まで伺いに行く、取りに伺う。で伺うとまずこれを読みなさいと。で読まされて、読まされてっちゃいけない、読まさせていただいてる間に先生は、はい、あの終わったらご飯食べていきなさいってご飯を用意していただくというような形で、我々にとっては大変ご飯も食べられるし、先生ともお会いできるしっていういいところと、その瞬間で読んでそれについての感想を先生に言わなきゃいけないという大変な役割も背負っているので、まあそれは一般の人が見た時に、あのご覧になった時に、この台本でどういうことを感じたのかなっていう、まあ試金石みたいなものだったのかなというふうに思いますけども、先生は大変そういうところに気を配られて、あの台本についてもプロデューサーが行く時もあるんですけども、我々若いディレクターも取りに伺う形で交流して、あの家族のようにですね、ご飯食べてください、ご飯あのお腹空いてんでしょみたいなことでしていただいてて、はい、まあ、そういうところにも先生のね、そうですね、あの思いやりというか、よく心遣いが、ね、本当熱海のお家に、ね、あの渡る世間鬼ばかりの時もそうでしたけど、まあ、のスタッフの方もキャストの方もみんな一緒に伺って、お食事会みたいなことをね、あの橋田先生してくださって、本当にみんなその一緒に作ってる人たちをみんながこうあのファミリーと思ってるような感じがあったなっていうふうに、本当つくづく思うんですよね、うん、まあ、今でいうチームという、ね、チームですよね、あの意識がすごく強くて、うん、あの私ども断るごとに、あの都内にも先生をマンションをお待ちだったので、そこで忘年会とかですね、何か一つの区切りがついた時に食事をみんなあの持ち込んだりしてやってるんですけど、うん、私が一番若いのでとにかく食べろ食べろと言ってで余ると全部折り詰めにするって持って帰れと、食べ物ないだろうって言って、大変ですね、あの田舎のふるさとに戻って、あのじいちゃんばあちゃん、お父さんお母さんがですね、これも持っていけっていうような、そういう印象をねすごく持つようなあの先生のその思いやり、心配りでね、心配り本当にありがたいですね、うん、これがあのロケでも同じように先生があの訪ねていただいて、でそこで差し色いただいたり、また逆に言ってその日の夜、じゃあみんなでご飯しようってテーブルを囲むという、それがあのスタッフにとっても大変ありがたくて、先生の人柄が感じられる、うん、まあ、そういう一コマでしたよね。やっぱりそれがやっぱりみんなの士気も上がりますし、よりやっぱりあのいいものが出来上がる一つのキーだったのかなっていう感じもやっぱりしますよね、うんうん、見えあの形には映像には出てこないですけれども、やっぱそういうところでやっぱり絆を深めていくっていうのがあの大事だったんだろうなというふうに思いますね、うん、はい、まあ、そういう意味では彩子さんにとっての橋田ドラマとの出会いっていうのはおしんになるわけですよね。そうですね。そのかあの最初に出会った感想としてはどうですか。そうですね、あのもうとにかく、まあ、大役をいただいたのが初めてでしたし、主役が初めてなので、もうやることで一生懸命、いやもう本当にこなしていくことで一生懸命っていう感じだったんですけども、それが大人になってあの改めてそのドラマを見てみますと、本当にいろいろなあの橋田先生の、まあ、体験だったり思いだったり信念だったりっていうものがその脚本の中に込められていたんだなっていうことが改めて分かりましたね。後々分かってくるということですよね、はい、まあ、そうですね、ね、10歳でしたっけ、はい、10歳でした、ね、10歳の時はセリフを覚えるだけでも大変でしたけれどもそうです、ね、やっぱそのセリフをやってる人生を、はい、いろんな橋田先生の作品にも出てくると、橋田先生の脚本の中の秘密というか、はい、戦略にはまっていろいろ、はい、こういうことだったのかっていうのがなんか分かるんですよね。そうですよね、後分かりですよね、はいはい、まあ、そういうことで今度はですね、あの先生の橋田あの先生の脚本の魅力で、人生観が先生の場合反映されているということをですね、はい、少しお話しできればというふうに思うんですけど、はいはい、あの先生の作品はたくさんあの、ね、ご出演されてますけど、はい、何かお感じになることあります。そうですね、やっぱり私はこの、おしんの中で春作あんちゃんと、一冬を過ごしたあの打奏編のあんちゃんと過ごしたところの、まあ、印象なんですけども、やっぱり先生の台本の中には本当に戦争と平和ってことがあの描かれていて、やっぱり先生はもう不倫とか殺人とか一切描かないっていうふうに、ね、ずっとおっしゃってますし、そういうふうにしてらっしゃいますけど、あのとにかく先生がご自分で、戦争体験をされて、その
ことがとてもこの脚本の中に生かされていて、このシーンなんかもそうですね。このシーンもそうですね。本当にその明治から昭和にかけての、まあ、激動の時代を、まあ、橋田先生は自分の体験を通して、生き抜いてきた人たちの姿をやっぱり残しておきたいっていう、そういう強い思いを感じましたし、もう絶対に戦争はしちゃいけないっていうふうにもう常々やっぱり、ね、おっしゃってましたので、そういうその先生のもう強い思いっていうのは感じましたね。疎開のした時か戦争の直後かあれでしたけど、山形県に行かれた時に先生が山形の綺麗な黄金色に実った稲穂を見て、ああ国破れて三代わりだっていうふうにおっしゃった、そう感じたっていうふうにおっしゃってましたけど、やっぱり本当にまあね、国は滅びてしまってもそういったところはこう豊かだった、ああ日本は大丈夫なんだっていうふうに、大丈夫だってそこで思ったっていう、そう希望をその景色から見出すことができたっていうふうにおっしゃっていましたけども、そういうのって本当に体験した人しか感じられないことだと思うので、そういう思いっていうのは多分いろんなところに台本に散りばめられてたんだろうなと思いますね。まあ、先生のね、ご人生の中でも、うん、大陸の方で生活されたりまた引き上げてこられたりという、はい、いろんなその戦争の厳しさみたいなものっていうのは、はい、自分の体の中に染みている、 そうですね、そして戦争っていうものをどういうふうに自分は感じてたんだっていうことがきちんとその作品の中に、押し付けではなくその主人公の人生の中にこう散りばめられてるじゃないですか。そうですね、でおしんの中にもそれこそ息子が戦争に戦地に出征するとか、はい、戦争が終わった後の戦争責任をどうするんだということで、うん、ご主人がこう自決するみたいな、うん、そういうお話がたくさん入ってきて、はい、それがさりげなくドラマの中に、おしんというドラマの中のきちんとした人間ドラマの中にこう埋め込まれてるという、うん、まあ、そこが先生の実体験だったり人生観がきちんと作品の中セリフの中に現れてきてるっていうことなんでしょうね。まあ、ですからそれをその脚本に載せて私たちは演じてたわけなんですけど、やっぱりそう思うともう特にそのおしんに関してはやっぱりおしんは橋田先生の分身だったんだなっていうふうに思いますね。もうそのものがもう先生でいらっしゃって、そのセリフに載せていろいろなものをこう皆さんに伝えてくださってたんだろうなというふうに思いますね。はい、まあ、だから役者さんがセリフを言っているけれども、はい、それは先生の思いみたいなものが、うん、この脚本のセリフの中に書かれていて、はい、それがその役者さんの体を通して役者さんの人生観も含めて、うん、発出され、それが視聴者の多くの方に伝わって、うん、先生のメッセージがこうリレーのようにバトンのようにしてちゃんとお客様に伝わって、それが感動を呼んで多くの方に共感だったり、まあ、ある意味の視聴率も大変取って皆さん関心を持ってもらったっていうことなんでしょうね。なんかもちろんその戦争と平和もそうですし、そのことからやっぱりこう人として一番大切なものって何かなっていうことをなんかセリフの中にたくさん散りばめられていて、それをこうメッセージとして教えてくれた、その辺がやっぱりもう日本のみならず世界中の皆さんに伝わったことなのかなというふうに思いますね。まあ、セリフはね、その風俗というか時代の風俗は取り入れつつも、きちんと先生のそのお考えだったり体験したことが言葉にこう変わっていくという、はい、そこがなかなか橋田脚本の中の一つの味噌というか、はい、多くの脚本家の方がいろいろセリフは書かれますけども、それが実体験の中で裏付けられたセリフであり、なおかつそれがきちんとしたその脚本家であったり、この作品でどういうことを伝えたいんだというメッセージにまでつながってるという部分で言うと、橋田先生のやつは明快ですよね。そうですね、本当、ね、優しさとか思いやりとか人を許す心とか本当になんか大切なことをたくさん伝えられているなというふうに思います。うん、まあ、おしんというタイトルのね、しんも
いろんな信もいろいろなね、信じるの信とか、ね、信念の信とか、ね、もう信望の信ってよく言われましたけどね、うん、本当にあの素晴らしいなお名前ですよ、名前ですよね、うん、本当に、まあ、世の中でね、あのお信ドロームとかね、うん、あのお信横綱とかね、はい、いろんなあの話題になるぐらい、やはりこのお信という作品の中のいろんなテーマがあの世の中であの影響を与えてブームになったということだと思うんですけども、はい、その先でですね、はい、ではこの先生のこのドラマの魅力の中 の、はい、あの交換言われてますあの長いセリフというふうに言われてますよね、はいはい、その辺あの一般的に長いセリフっていうとなんか悪いイメージでみんな覚えられなくて大変でもっていうふうに言ってるんですけども、はい、演じる側としてはどうなんですか。いや本当に長いセリフっていうのはやっぱりもう純粋に覚えるのが大変っていうのはまずありますよね。ですけれどもやっぱり先生のセリフっていうのはただ長いっていうだけではなくって本当にきちんと意味があってこう絵が描かれているっていうところをすごく感じます。まあ、ちょっと今日私も台本を実際に実物使ってきたものを持ってきたんですけれども懐かしいです、はい、これかなりもう年季入ってもう40年経ってるのでかなり古いんですけれどもここにですね、じゃん、おしんっていうセリフがここにあるんですけども、ね、うん、ここからがずっと私の一人で喋るセリフなんですね。かなりやっぱり長いですよね。通常台本 の、 会話のって本当に2、3行とかそういったものでどんどん次の方の入っていくことが多いんですけどもおしんって書いてあってこれを丸々、まあ、一人で喋らなきゃいけない。これちょうど5週目の方向にもう一回行く加賀屋さんにお願いするところなんですけどもそのシーン確かに一人でお願いするの長かったなって思うんですね。でもこれをやっぱりきちんと話すことによって本当にやっぱりこう次 の、 シーンにもこうつながっていきますしその長いからといってただ覚えるのが難しいではなくてその緩急をつけるとか強弱であったりとかあとその思いの流れっていうのをやっぱり作る上ではとっても逆にこう気持ちを作りやすいっていうんでしょうかね。そういうところはあるんですよね。なのでただ長いから大変だけではなくってやっぱりそのどうしてこういう長いセリフになったのかってやっぱり理由がきちんとありますしそこを考えてお話喋っていくと決して覚えるっていう感じじゃないんです逆に、うん、ちゃんと筋道が立っているのでこうこうこうだからこうっていう風な気持ちが乗っていくようなセリフに特に橋田先生のドラマになってるなと思いますね。やっぱ長いっていうこと長いセリフの中にこう心情をこう高揚させていったり、はい、そこに訴える気持ちがこうだんだんこう膨らんでいくみたいな、うん、そうすると最後の方が詰めのセリフになってくるって感じですかね。やっぱりそれ3回目繰り返してやるものなんですけど意外とその同じようなことをやっぱり橋田先生っていうのはよく繰り返してねやるんですけれどもそのやっぱり1回目よりも2回目2回目よりも3回目っていう方がよりやっぱりその強いこうメッセージをこう乗せて伝えてるものが多いなっていうふうには感じますね。まあ、その話はもう少し後でももう一回したいと思うんですけども、はい、今度は演出する側から長いセリフっていうのはですね、はい、どうかっていうことを、まあ、私なりに分析すると今彩子さんが言ったようにその加賀屋の中でどうしてもいさせてくれって必死にそのおしんが訴えるという、まあ、ここは一つのシーンとしてはドラマチックなシーンになるわけですよね、はい、で先ほど言われた2行3行のキャッチボールのセリフというのはなかなかドラマチックにはなりにくいんですよね、うん、そういう意味では長いセリフを書いていただくと脚本家の人に書いていただくというのは脚本家がそこで何を訴えたいかということをきちんと構築して役者さんの体の中で、そのセリフをこう飲み込んで出していくときにやはりドラマが生まれてくるドラマが生まれてくるっていうか人の心を動かすそういうシーンになっていくっていうことが多いので、うん、私どもでも橋田先生に限らず作家の方には長いシーンを一つは入れましょうよと、うん、入れてくださいよと
やっぱそこにきちんとしたメッセージをこう入れましょうよっていうことをよくお願いしてるんですけど、うん、先生の場合はそういうことをお願いする前に1話15分の1話の中には必ず1回以上も長いセリフがあったりしますし、極端に言ったら全然違いますけど15分を1話ってこうで作ろうみたいなそういう動きもあって、先生とチャレンジしましょうよって言ってこう多少部屋をこう分けてこうカメラ切り替えますけども、それがワンカットの中でワンカットっていうんですかね、全然止めずに一つの流れとして感じることでその一つの話がドラマチックになるということもあったりするんですけど、そういうのっていうのは橋田先生のおしん以外でもたくさんあるものなんですかね。そうですね、長いセリフがね今あったっておっしゃってましたけど、今思い出したので伊藤四郎さんがブラジル移民の話をされるところがあったんですけど、あれ確かね台本が12ページあったんですよね先生しか書けないその12ページのセリフを伊藤四郎さんは必死に覚えられて、シーンを撮ってらっしゃいましたけど、本当にやっぱりシーン数としてはすごくその中ではやっぱり短くて、ドラマがワンシーンがすごく長いっていう印象があって、確か渡る世間は鬼ばかりをやってる時毎週の1時間の番組レギュラーでありましたけども、これ私ちょうど出てた時の渡鬼 のシーンであれなんですけど、この時は、確かね一番その1時間 の話数の中で短いもので9シーンっていうのありましたよね。1時間番組で、まあ正味、民放でいうと45分ぐらいですかね、うん、その中でそのたったの9シーンしかない、本当はもうもっともっと普通 のドラマだといろんなシーンがあって何十シーンにもなるわけですけど、それがたったの9シーンでその1時間のドラマを成立させてしまう橋田先生の脚本力っていうのは本当にすごいなと思いますね。平均1シーンが5分ぐらいになるってこと、はい、ってことは5分以上のシーンもあるってことですよね。もちろんです。で確かねCM から CM までワンシーンっていうのがあるわけですよね。もうそれは撮影する方も大変でございまして、もう要はそのワンシーンをずっと止めずに撮影をするので、もうもうもはや生の舞台なんですよね。それはもうもちろんカメラをねいろいろ動かしてくださるスタッフさん、スイッチングする方も大変だと思うんですけど、役者やる方もですねもうドキドキで本当にトゥルルルってなってスタートするわけですけど、それが始まるとなんかすごい緊張感でやっていたことを思いますね。決してまあもうそこで間違えたからって全部最初からやらなきゃいけないってことでもないんですけども、でもやっぱりそのシーンを通してやるっていうのはすごく大事なことで、皆さん気持ちを作りながらこうずっと流れでやってるので、そのワンシーンを取り切るっていうために、皆さんすごく尽力してたなって思いましたね、はい。まあ、そのシーンに対していいかどうかは分からないですけど、今だったらもう一回撮り直せばいいよっていうふうに、はい、まあ、VTR とか技術も編集技術も上がってるからですけど、昔はなかなかそういうわけにいかない時にやっぱり一発本番でやるというその緊張感っていうのはなかなか大変だったと思うんですけども、まあ、彩子さんの場合には惜しんで一番最初のデビューからそういう意味では長いセリフのデビューはもうそうですね。だからそのシーンのドラマを全部収録して終わった時に、あ、もうこれだけのことをやらせていただいたんだから何をやっても大丈夫だっていうなんかすごい自信にはやっぱりつながりましたね、うん、はい。やっぱ長いシーン やってる中で先ほどおっしゃったように長いセリフの中にこう気持ちを作っていくとか、それを全部覚えてるってことで芝居がこう余裕が相手の芝居もできるということで言うと、うん、長いセリフの中で一つの小林綾子イズムというかテクニックっていうかね、はい、演技の一つの方法を見つけたっていうところもあるんですかね。セリフなんですけども、私一番最初にこの台本をいただいた時に小学校4年生 で母と一緒にこれを 見ながら台本を覚えていったんですけど、それと同時に、まあ、こういったカセットテープをいただきまして、これ山形弁のおしんのセリフが入っている方言テープなんですね。でこれを
聞いて、でそしてその台本に、まあ、線を引いて、まあ、こうやって赤い線をまず引いて、そしてあの母が振り仮名を振って、それから、まあ、あの私はこの推しのセリフのところを、覚えながら、相手のセリフを全部母が読み上げながら、方言テープも聞きながら覚えていくっていう作業をやっていったんですね。まあ、本当にあの見てごらん分かるように、こんなに分厚い、これが1週間分の台本の厚みなんですけれども、これが6冊あったわけです。で一番最初にあのプロデューサーさんから、このあのお芝居に関してはこちらでやりますから大丈夫ですと、ただやっぱりこの台本のセリフだけはきちんと覚えてきてくださいっていうふうに言われたんですね。でそれをあの、まあ、当時本当に真に受けまして、あの、撮影入るまでに全てを覚えなきゃいけないっていう、あのそういう思いになって、母と一生懸命その朝あの学校に行く前からまず練習を始めて、で学校行って帰ってきてからまたもひたすらもう覚えて、それで母が夕食を作ってる時は、まあ、ちょっと休憩をして、そしてその後また、夜寝るまでの間にまたこの練習をしてっていう、本当に台本いただいてから撮影に入るまでの、そうですね、1ヶ月半以上ありましたかね、それぐらいの間でこの本をもうとにかく繰り返し繰り返し、や練習をして母と二人三脚で覚えたんですね。で相手のセリフを全部、おしん以外のセリフを全部母が言ってましたので、あの、まあ、結果的に、まあ、あの撮影入るまでにはもうその相手のセリフも全部分かった上で撮影に臨むことができたんです。でそのおかげで、確かに現場に入った時には演出家の先生がおっしゃる、ここはこういう気持ちなんだよ、こういうふうにやるともっとこういうふうになるからこうしなさいとか、あとここの場所に動くときはこういうふうにしましょうとか、そういったあの現場での指示っていうのが非常によく自分の中に取り込むことができた、それは私にとってはすごくあのセリフを覚えていったってことのおかげで得られたあのことかなっていうふうに思いますね。なのでそういった意味ではすごく余裕を持った、まあ、セリフを覚えるってことも全部もうとりあえずもう前段階ができているので、現場に入ってその指示を聞いて演出してもらったことを演じるっていうことに徹することができたんじゃないかなっていうふうに思いますね。いや、その撮影当時ですね、あの若い私も感じたんですけど、はい、彩子ちゃんはいつセリフを覚えるんだろう、とにかくリハーサル室でも本番の、あのスタジオの前でも台本見てないぞというのが七不思議だったんですけど、それがあの、ね、あ謎が解けました。それだけのご努力をされてたということですよね。あ、そうですね、うん、いや、ナミールね、名優さんたちが、はい、あのスタジオの前の控えのところで一緒にこう何度も何度も確認されて、はいはい、本番のところでも、あの、現場でも ね確認しながらってなりますよね。セットの下にこう隠してね、隠して読んでまたやるみたいなね、そういう中で、はい、いや、どうしてんだこの小林彩子さんというのは天才なんだっていうふうに、もうでもそれはおしんの時であって、もう本当にまた鬼の時なんかはもう全然そんな追いつかないですから、最初に全て覚えてってはいかないんで、前室でみんなでね、あの合わせたりとかしてましたけど、まあ、でも本当にあのそうですね、あの先生のセリフっていうのは特にでもきちんとやっぱり覚えていかないと現場ではあの出てこないので、うん、あのまあ、もう他の脚本家の方がではそうではないとはいうことではないんですけれども、特にやっぱり前々から練習して口を覚えさせてっていうのは、うん、あの綿鬼の時もすごく練習はしてましたね、うん、はい、でも綿鬼の時にはね、ある年齢になってるじゃないですか、はい、でもおしんは10歳ですよ、はい、おしんは10歳っていうか、おしんをやった時の彩子さんは10歳ですよね、はい、10歳で泉ピン子さんとか伊藤史郎さんとこうキャッチボールのセリフをしながら全て覚えてるっていうのは、これはあのベテランの役者さんにとっても脅威ですよね。まあでも今思うとそうかもしれないですよね。この子はどこで覚えてきたんだろうと思うけれどもまあでも逆に子供だから吸収できたっていうのもね、うん、あると思いますけどね。まあでもそれはセリフを全部覚えることで役作りの時の演出家からのいろんな情報が、セリフを覚えなきゃっていう気持ちよりもその心情が分かり
分かりましたし、よりそこだけに集中して演技ができたっていうことはあったかなと思いますね、うんまあ、そのことをプロデューサーは見込んでたのかもしれないですねどうでしょうか、うんもう40数年前後経っているので、この当時にしてた演出の方は随分亡くなられちゃっているんですよね。一番若い私がこんな手ですので、まあそういう意味ではいろんな演出家が一人の演出家で舞台の場合は一人の演出家でやるじゃないですか。でもやっぱ連続テレビ小説は3人4人といろいろ言ってくることも違うわけですよね、はい、ですからそれをこう要求をより分けて理解するためにもセリフだけはきちんと入ってるっていうのは随分楽になったっていうか、やりやすかったって気はしますね、今お話を聞くと。あ、うん、そうですよね、うん、ベテランの方はね、うん、聞いてきて、あ、この演出がこういうとこだったんだなって割と、うん、しながらこうアレンジしていくと思うんですけども、10歳のその少女に名打てのディレクターがここはこういう心情だってこうみんな年齢関係なく要求するわけですよね。だからそれをこなすっていうのはなかなか大変だなっていうふうに。だからやっぱりおしんの役をやらせていただく時っていうのはもうセリフを覚えておくってことは大前提だったんだなと思いますし、そうおっしゃってくださったプロデューサーさんっていうのはやっぱりさすがだなと思いますね、うん、そこをやっぱりクリアしなければいい作品が生まれないっていうことをやっぱりもうすでにきちんとやっぱりご存知だったんだろうなと思います、はい、分かりました。これはこのぐらいにして次の、はい、先生の脚本の魅力ということで先ほどもちょっとお話しいただきました、はい、繰り返しのセリフと、はい、よく橋田先生の話は同じことを何度も何度も言ってるっていうふうに後半言われてますが、うんはい、演ずる側として、もう一回その辺を検証していただくとどうですか。そうですね、長いセリフの中にやっぱりやっぱり3回ぐらいは同じことを内容同じことを言い回しを変えて先生伝えてらっしゃるんですね。ですから覚える方としてはテニオ派を間違えるとその一つのセリフが全く言えなくなっちゃうんですね。なので本当に気をつけてたのはおとかてとかにとかへとかそういうのも全部含めてもうきちんと私はもう台本通りに覚えてました。そうしないともうその後が全然続かないんです。であとやっぱりその内容的にも先ほども言いましたけど1回目よりも2回目2回目よりも3回目の方がより強い思いがやっぱり乗せられているの でそこを言うことによって次のセリフにつながっていくっていうこともありましたので、ただ長いだけではなくてきちんとそれには一つ一つ意味があって次の、セリフへのステップモチベーションになってたんだろうなというふうに思いますね。まあセリフの繰り返しというのは一回だとこうスルッと抜けちゃうってこともあると思うんですけども、はい、まあ、演出する側というか制作する側としては特にこのおしんというのは朝のテレビ小説ですよね。朝のそれこそお子さんでいうと学校に行く前だであったり、はい、主婦であれば、朝食を用意しながらというながらの中での視聴というか、はい、いう形で夜のなんかスペシャルドラマのようにリビングでテレビをずっと見てこうドラマを鑑賞するっていう余裕がない、うん、その中でいうと繰り返しのセリフっていうのは役者さんにとってはだんだんクレッシェンドからどんどん上がっていくっていうふうになるんだと思うんですけども、作業をしてるながらしてる人間にとってはその瞬間一回しか言わないセリフだと聞き逃してしまうとその次の展開が分かんないっていう部分で言うと、先生はちゃんと 朝のながらでやったり、それこそご飯の夜のご飯で団らんしながらながらやってる、そういうテレビドラマで言えばこうやって繰り返しをしてきちんと伝えることが内容をきちんと伝えていくと、うん、内容がきちんと伝わらないとドラマの内容がわからないわけで、うん、面白くないつまんない意味がわかんないっていうふうにならないように、うん、先生はその繰り返しのその技法の中に、うん、そういうふうに演出する側にもお客さん側にもきちんとわかるように繰り返しのそういう手法を使われているのかなと、うん、そうすると昨日の前日にやった放送と同じこと言っててもああそれってこういうことだよねちゃんと分かってその日の次の展開が分かっていくという部分で言うと、うん、
なかなかあの言い方悪いですけど先生も作詞だなと、うん、やっぱきちんとねドラマを伝えるっていうのはそういう考え方もあるなと。やっぱりでも逆に考えると本当にお客さん見てくださってる方にとっても丁寧なあの本になってるんだろうなってやっぱり思いますね。それだけきちんと伝えることを大切にするっていうのはお客さんにとっても見やすいわけですし、あのすごく丁寧な作り方をされてらっしゃったんだろうなっていうふうに思いますね。あともう一つあの私あの先生のセリフの中でちょっと学んだことがございまして、はい、あのこちらあのお芯の台本なんですが、あの先生の台本ってこの今左側の方にあるこちらですね、あの点々点々っていうのがおしん点々点々おしん点々点々って、まあ、ここおしんあんちゃんって一言ありますけど、あの非常に点々点々が多いんです。セリフを言わないでね、セリフを言わないっていう相手のセリフを聞いてる時のリアクションっていう、ね、そうですね。なので通常やっぱりそこのセリフなければもうお休みっていう感じになってしまうかもしれないんですけど、でもやっぱりドラマをやる上では本当にそのリアクション、どんな反応、どんなふうな顔で聞いてるかな、どんなリアクションするかなっていうのがとっても大事で、これって人のセリフをきちんと聞かないとあのできないんですよね。どれだけ人のセリフ、人の会話を聞いてるか、それを全部聞いて自分の中で理解することによってその点々点の芝居ができるんですね。だからそこの、 あのリアクションの芝居といいますか、あの聞いてる時の顔、聞いてる時の表情、聞いてる時の発見の顔、そういったものがすごく大事なんだな。そこにみんなあの橋田先生の点々点々っていうその無言だけれどもそれも心を伝えるための、まあ、セリフだったんだろうなっていうふうに思うんですね。これは本当に橋田先生の、脚本の中からすごく学ばせていただいたことだなと思います、まあ、その点をね、その演出する側から言うと先生のメッセージは点々点とした方の人の顔を取りなさいと、いうことなのかなっていうふうにも理解できるんですね。なるほど。つまり、ね、セリフを言ってる人を取るんではなくて、言われた人の心情がどう変わってくるのか、どう思ってるのかっていうのを見せるためにもきちんと点々点とこの点々点は悲しんでいく表情なんだよとか、それはそうじゃないだろうとかって言ってる表情なのか、それは展開につながってくる話なので、そこを逃しちゃダメよと。まあ先生はあの映画のシナリオもお勉強されていたってこともあるので、つまり映像についても先読みというか、我々ディレクターよりもここはこうでしょうと、今ここは撮るとこでしょうみたいな、そういうメッセージもあるような気はしてるんですよね。そうですね。本当にこれちゃんと聞いてリアクションをしないと、あのポンと例えばセリフが出てしまったり、もうその先を知ってるので、先にもうあのセリフがもう終わって、前の人のセリフが終わった途端に話し始めちゃったりっていうのがあったりするんですけど、やっぱり本当に聞いた上できちんとリアクションなりそのセリフを発するってことをしないと、やっぱり映像として嘘になってしまうんだろうなというふうに思いますよね、うんうん、あとこれは橋田先生のその脚本の魅力ということになるのか、脚本家全体で言えてるのかもしれないんですけども、あのセリフの中の点とか丸ってあるじゃないですか、はい、これもやはりなかなかその点を丸のように言っちゃうと意味が伝わらなかったりいろいろすると思うんですけど、そういうご経験はなんか橋田先生の場合あります？そうですね、特に橋田先生のもの作品はあの点とか丸とかにはとても意味があると私は思っておりまして、なかなかその喋り会話になった時に、まあ果たしてそこで点をきちんと打って自然に聞こえるかどうかっていうのは難しいところもあるんですけども、まあ、可能な限りやっぱりきちんとここに点がある意味、そしてここで丸にきちんとしている意味っていうのを考えながらセリフをちゃんと発していこうっていう気持ちではやってましたね。本当に脚本家の先生によっては本当にここに点があるんだから点音で切ってくれとか、丸があるんだからそれはつなげないでくれとかって、そういうのも指示があるってことも聞いたこともありますので、やっぱりそういった脚本家の先生の思いっていうのをやっぱりきちんと汲み取った上で、それを私たちはその覚えた上で表現するってことをしなければいけないだろうなというふうに思ってます。まあ点とか丸っていうのは多くのね脚本家の方が、うん、
こだわっていらっしゃってますし、はい、これからその脚本を書いていこうという方にとっては点点点とか点とか丸っていうのはすごい意味があって、その流れをどういうふうにしていくか、どういうことを伝えたいのかっていうセリフではなく、点とか丸の中にもきちんとそのメッセージだったり意味を込めて、伝えてらっしゃるんだなっていうことを役者の方も感じるように作る、はい、脚本を作る方もそこをさらにこう気をつけてやると作品自体が意味の持ってくるものになるっていうことを、そうですね、感じていいんですかね、はい、といいと思います、うんうん、はい、まあ、一番苦労されてる役者さんが言ってるんで間違いはないっていうふうに思うんですけれども、はい、じゃあもう一つ、はい、先生の魅力で足し算と引き算という話です。これはどういうことなんでしょうか。これなかなか私が勝手にそう理解してるだけなんですけれども、はい、橋田先生のドラマの制作、つまりおしんまでなんですけれども、はい、放送がほぼ生放送に近い作り方をしてるんです、うんうんうん、今は素材を取って後で編集をして、それから音楽を入れて効果音を入れて、放送するっていうふうになってますけど、このおしんの後からそういうふうになったんですか。おしんまでは実はブロックで撮ってると。ブロックっていうのは、例えば1シーンなら1シーンの中は止めないで撮ると、まあ、極端に言ったら15分をワンカットで撮る場合にはセットをつなぐけども、カメラマンの人が走ってもらって次のショットをつけてこう作品15分の中に収めていくと、まあ、NHK の場合にはコマーシャルはないんでそのままフルに時間使わなきゃいけない、はい、それがこぼれちゃったらいけないわけですよね、うん、つまりもう一回撮り直しをしなきゃいけないっていう場面もあって、リハーサルをやるときに実は演出家であったり助監督である私どももリハーサルの前に台本を読んで、ここのシーンは1分15秒だなとか、だいたいその例えば彩子ちゃんっていう、彩子ちゃんって言っちゃごめんなさい、彩子さんがやるとその口調でやるとこれぐらいだなって時間読みをすごくしていくんですね。でそれをリハーサルでやるわけです。そうするとリハーサルでやると伊藤四郎さんは思ったよりももっと長い尺かかるとか、ピン子さんはもうちょっと早いペースだとか、いろんな状況が出てくるわけですね、はい、でそれは15分の中には収めなきゃいけないので、今だとじゃあ翌日の回に回しちゃおうっていう考え方もありますけども、うん、先生は1日の中は1日の中でこう構成を考えられてるんで、そこで埋めなきゃいけないというと、15分あったのが16分になったら1分切らなきゃいけない、切らなきゃっていうか、うん、それは少しセリフを早く言ってくださいっていうこともあると思うんですけども、うん、セリフを切らなきゃいけない、または13分半しかなかったと、うん、1分半尺というか時間を延ばさなきゃいけない、それは動きとか段取りを少し長くしてその尺にするということが、まあ、日常よくやるんですけども、うん、橋田先生の場合にはセリフを例えば足りなくて新たなセリフを書き足すとか、から16分だったんだったらセリフをこれとこれをカットして違うこういう言い方のセリフにしたいですというふうに言うことについては全くノーだったんですね。あ、加えちゃいけないってことですね。そうです。つまり先生はこれが15分の中に入るようにきちんと作って計算してシーンとかもセリフも書いてるつもりです、うんうん、でそれをこの役者さんが言えばこの時間に入るはずですという大変な自信をお持ちでしたので、はいはい、セリフをそうやって書き足す、つまり足し算、それが足し算というんです、書き足すのはやめてほしいと。それは何かというと、セリフは全部橋田壽賀子という個人が思いを込めて作ったものなのに、そこに違う人が作ったセリフが入るというのは、うん、橋田壽賀子の作品ではなくなってしまう。ですからやはり自分の作品についてはどんなに同じようなセリフを載せても、それは自分の思いの中では違うものになってしまうので、決して足さないでくださいという話、うん、はい、でじゃあ逆に引き算というのがありますよね、はい、まあ、ですから足さないでくれっていうのと同じで、逆に多かった場合に、じゃあ先生どうしましょうって言ったら、それは私の橋田壽賀子というセリフの中で
そのセリフをついてもらってもそれすべてが橋田壽賀子のセリフだと、うん、だからいいんだと、うんうんうん、でそれは演出家がその世界をきちんとつなぐためにやるんであればそれが表現できるんであればやってもいいですよと。セリフをカットすることはいいんですけども新たなセリフを自分で足すと、よくあの演出家こういうセリフでこういうふうな言い方でいかがでしょうってよくお伺いを脚本家の方に出すんですけども、はい、それは絶対にダメだったんですね。はい、でそれは先生がやっぱセリフ一語一句、の中にきちんと思いを込めてやっているのでそれをきちんと演出家はバトンタッチしたんだからそれをきちんとその中で収めてくださいねという強いメッセージだったような気がする。で、まあ、カットするのも先生の世界が消えちゃうんじゃないかと思ったんですけど、ここが橋田先生のすごいところで、はい、そこのカットをして、まあ、カットって言ってもむやみやたらにカットするわけではないので演出家も考えてじゃあ繰り返しのところをちょっと一回切ろうかと、その代わりこうなりますよってことを役者さんに伝えるわけですよね、うん、役者さんはじゃあ3回で言ってたものを2回に言うんだったらこういうふうな芝居にしようってきっと思っていただけると思うんですよね、うん、でそういう中できちんと橋田壽賀子ドラマがその朝ドラの15分の中でちゃんと完結しちゃうんですよね、うん、これはまた先生のすごいところだなと、うん、だからやたらに違うセリフ違う人間が考えたセリフを入れて流れが変わってしまうよりは足し算引き算をきちんとして橋田先生の作品をなんていうんですかね成立するオシントンのドラマとして成立するように290何回の話数を作ってるんだからその世界はわかるでしょ。だったら私の中のこれは説明しすぎだっていうもんだったら切ってもらってもいいけれどもちゃんと時間の尺の中で合わせるようにしてほしいというのはこれはあのその後のこんな脚本家の方とお付き合いしましたけど、そこまできちんと持ってらっしゃっておっしゃる脚本家の方は先生お一人でしたね、うん、作る側の方はねやっぱりそれだけのことをいろいろ考えてコントロールしてくださってるわけですね、うん、なんか私はあの推しに関してはね全然やってる時っていうのはそういうことを知らないでその音楽も一緒に合わせて入れて収録してるなんてことはほとんど分かってない中でやってたんですけども本当に普通に芝居をしていく中であの全くそんなことを気にせずあの言われたことだけをやってました。でも裏方ではそういういろいろな戦いがあったんだなってことを裏はね、裏はって言ったら裏は大変であの今は劇版って音楽バックミュージックなんかもこうやってますけども、はい、先に音楽録音しちゃうんですよ。つまりこのシーンに合わせたこのシーンで最後終わるとセリフが終わって余韻が残るみたいなことで計算してやってるのに演出って大変だなその時思う。その時間も読んで音楽を先に作って録音してるんですよね。でそれがピタッとはまるという、これはあのただ単にここから音楽入ってここではいこれ切りますみたいな形で安易にはできないなっていうその演出家になるためのそのすごい試金石をあの今はちょっと違いますけどおしんまでの作り方はそういうことをすごく鍛えられた作り方ですよね。今は確かに逆に言うと撮りすぎちゃって編集するのにたくさん見る素材が多すぎてあれワンテイク目が良かったっけツーテイク目が良かったっけ分かんなくなってしまうというでそういう意味ではあの先生のこのメッセージというのは今にも実は伝わってるというふうに思うのでまあこれをぜひあの先生の一つのですね財産として伝えていければなというふうには思ってます。はい、分かりました。まあ、あの今までいろいろね先生の魅力をこう伝えてきましたけども、はい、まあ綾子さんとしては、はい、橋田先生 その作品から得られたものっていうのは、はい、そうですね、まとめるとどんな感じですかね。本当にやっぱりあの作品に出演させていただいたおかげで本当にさまざまなあのことを経験貴重な体験をさせていただきましたしあの特にですねこのドラマが推しのドラマは海外にもあの方にも見ていただけましたのでたくさんの国を訪れたんですよね、はい、そうなんです。こちらがですね、まあ、一番端っこに私なんですけどこれ中国なんですが中国で歓迎を受けているところなんですね。中国でも反響がすごく大きくて皆さんなんかあのとっても喜んでアーシンって言ってね、うん、
あの安倍さんの兄、信じるの信って書いて、あのアーシンって言うんですけど、アーシンアーシンってやっぱり よく言われましたね、うん。そしてこちらは、韓国なんですけれども、あのまだこの日本の放送は出せない、はい、この時まだ日本の放送が出せない時だったので、この黄色の着ているキム・ミニさんっていうのがおしんちゃんを演じられて映画を作ったんです。その封切りに伺った時にこの写真を撮らせていただいたんですけれども、これ皆さんあの出演された女優さんたちと一緒なんですけどもね、あのこんな形で韓国でもあのおしんちゃんと一緒に交流させていただきました。そしてこちらがですね、あのタイなんですけれども、すごい人ですね、はい、これタイのバンコクの、三越の一番上 の、 あのイベントホールですね。そこでもうあのちょっとしたイベントをさせていただいたんですが、わーすごい人が集まってくださって、おしんおしんと本当に皆さん喜んでくださってですね、あのタイの方親日的ですしね、本当にあの皆さんこんな風に、これはタイ の、 あの学校小学校にあの訪れた時に歓迎してくださったんですけども、あのとっても温かい交流をさせていただきました。この真ん中にいるのが私ですね。そしてこちらはですね、インドネシアに伺った時に行きの飛行機の中で CA さんたちがあのみんな集まってきてですね、おしんちゃんと写真撮るって言って、おしんおしんって言いながらみんなあの集まってくださって、おしんだけは世界共通語になってるんですね。そうですね、いろいろ呼び方は微妙に違うんですけども、うん、あのおしんおしんって言って集まってくださって、これがインドネシアの現地でやったイベントなんですが、1万人入るホールなんですが、これをですね5回やりまして、おしんの写真展と1万人を入れ替えて5回やる、そうですそうです、それやっても、まあ、あの間に合わないぐらい大勢人が集まってくださって、最初はね無料でやろうとしてたんですけど、もうあの収集つかなくなるってことでちょっと有料でこの時やらせていただいてたかと思うんですけど、まあすごくあの皆さん喜んで目がキラキラしててですね、現地 の、 あ の、 このメディアンベリーナさんっていう歌手の方とか、あのコメディアンの方とかと一緒に、現地の歌を一緒に歌、私も覚えていきまして、インドネシア語で歌ったりとか、日本の歌、私桜桜とか浜辺の歌とか、そういった日本の歌曲を紹介したりとか、一緒にこう温かい交流をさせていただいた、いただきましたね。そしてこちらはですね、これはエジプトなんですね。エジプトの孤児院を訪れまして、まあ、ちょっとあの慰問させていただいたんですけれども、まあ、こんな貴重な体験ですとか、あとこちらモンゴルにも伺いまして、こちらではですね、まあ、着物を着てますけど、私ちょっとあのモンゴルで、日本舞踊をちょっと紹介してあの踊ったりもしてきたんですが、あの本当にあの温かい交流をたくさんさせていただきました。そういった意味で本当に私にとってもう推しのドラマをに出演させていただいたおかげで、あの自分の人生の幅を大きく広げていただきましたし、あの今あの今日あるのは本当に推しのドラマに出演させていただいたおかげなので、本当に感謝しています。でもやっぱりこのもちろん私のようにその出演した人間がこういった人生を送るってこともありますけど、やっぱご覧になってくださった方っていうのはもう本当世界中にたくさんいて、その皆さんがあのいろいろやっぱりあのこれだけいろんなところに伺いますとお話聞くんですけども、やっぱりおしんのドラマに本当に勇気づけられたっていう話をたくさん聞くんですね。でその中の一人がサヘル・ローズちゃん、イランからねあの日本にいらして今活躍、イランの時もご覧になってたってことですね、はい、もうイランでは確かね 99% とかほとんどもうみんなあの銀行とか公共機関が全部その時間閉まってしまうらしいんですよ、うん、それぐらいなんか全く動かないぐらいドラマの時間っていうのは皆さん没頭して1時間あの放送されたそうなんですけど、みんな見てくださって、もうイランの人たちを信頼好きなんですよって、で私も本当に辛い思い、ね、ご家族あの亡くされてね、本当にサヘルちゃんは辛い思いされてますけど、そあのおしんのように私も頑張るって言ってあの日本にも来られて、そして私にもそういった思いをね、あの強い思いを、おしんに対する思いっていうのを本当にたくさん話してくださいました。で、あやっぱりこういうふうに人の勇気づける力が脚本にはあるんだなっていうふうに思いましたし、あの見てる方もあの日本って本当にあの今まではホンダとかトヨタとか電化製品ぐらいしか分からなかった、場所もどこにあるのか分からない、でもそれ以上にそのドラマを通したことによって、あの見たことによっていろいろな日本がこんなに
経済大国なのにちょっと前はこんなに大変な時代があったんだ、私たちも一生懸命頑張ればあんな風になれるんだっていう、そういう勇気をもらったっていうお話を特に発展途上の国の方々からお話聞いたんですね、うん、そういったやっぱり希望だったり夢だったり、その生きる勇気っていうのが湧いてくるような作品だったんだろうなって思います。だからそうやっていろんな皆さん人生に影響が与えられるっていうことですよね、うんうん、まあ、それぐらいね、うん、ドラマの脚本が綾子さんとかサヘル・ローズさんの人生をね、はい、大きく変えたり、感動させて自分の生き方を変えるっていうね、はい、そういう大きな力を持ってるっていうことですよね。そうなんです、うん、まあ、ですから脚本書く方の責任というか影響力が大きいっていうことだと思うんですけど、やっぱりよく1筋2抜け3役者って言われますけど、まあ、1っていう筋っていうのはもちろん脚本のことで、2っていうのは抜けっていうことなんですけど、抜けっていうのは背景だったりロケーションだったり、うん、そういった後ろの方の背景のことなんですけど、で3番目に役者っていうふうに言われてるぐらい、やっぱり最初に本当に本ができてしっかりできていれば、もう本当先ほどもね 50%OK っておっしゃってましたけど、だからその100本が OK で、でその次抜けっていうのはまあロケーションに惜しんで言えば山形県の綺麗な雪景色とか、そういったことがイメージできるかと思うんですけど、そういうところにシチュエーションがバッチリあって、そこでその後にようやく役者っていうぐらい順番がやっぱりついてしまうぐらい、本当にやっぱり筋っていうのは大変一番大事なものなんだろうなっていうふうに思いますね。まあ、そういう意味ではね、今日ご覧になってるその脚本をその志してたり書いていらっしゃる方にとって、脚本っていうのが大きな意味を持っている、はい、ドラマの作品以上に世界にも広がってきたり、多くの人間に影響を与えれ感動を与えるっていうね、大きなそのミッションを持っているということですよね、はい、だと思います。ドラマの制作としてはね、脚本ができればもう半分もう出来上がったもんだ、うん、脚本が面白かった、あもうこれ当たるみたいなね、そういうのがいっぱいある、それぐらい脚本の力ってのが大きいので、ぜひ今月末までまだ脚本募集を橋田賞はしてるみたいですので、はい、少しでも何かそのヒントになってね、いい作品が生まれ多くの人に感動を与えていただければね、今日我々の体験からお話ししたこういうお話が役に立てば、はい、大変嬉しいなというふうに思っております、はい、時間も時間ですので、はい、こんなことで今日はまとめさせていただきました、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。貴重なお話をどうもありがとうございました。一つだけいろいろお話をお伺いして、その、セリフも大事だけれども、セリフを聞いているそのリアクションもすごく大事だというふうなお話、お伺いしまして、それでちょっとお伺いしたいのは、その、橋田先生のセリフを自然に聞いてれば、そういうこうリアクションになるものかどうか、よく他のドラマとか、脚本だとその聞いてるところもその脚本が指定してこういう気持ちでっていうふうなのを書いてある場合があるんですけれども、橋田先生の脚本はどうでしょうか。もう本当に先生の話っていうのはもう聞いてればその気持ちになるので、決してそこで点々点の顔を作るとかそういうことはもう一切ないですね。もうやっぱりきちんと聞いてるとその通りのリアクションがやっぱりおのずと自然に出てくるものなので、もうわざわざこれを指定されたからこういう顔でっていうのではもう全くなくて、もう自然にもうきちんととにかくセリフを聞くってことですよね。聞く力をつけないとやっぱりそういう表情だったり返答っていうかのセリフが出てこないっていうふうなことなんだと思いますね、はい。まあ、だからそこまでその橋田先生が計算してセリフを書いてらした、はい、ということなんでしょうか。はいはいはい、すいません、どうもありがとうございました。小林綾子さん、小林千尋さん、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、第1部をこれで終わりたいと思います。